だからこれでもしも B に変えたらみんなまたケンケンガクガクで文句言うわけだよだからまあギリやってもアルファ1とかうん、うん、もうああいうカメラはああいう人しか使わないっていうふうに割り切れたらワ,ワンチャンあなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビーうん。 みんな BBB ーーって言ってるけどいつかはもしかしたらソニーも、B、タイプ B になるかもしれないけどこれも何度も言ってるけどもやっぱ五感スロットで俺は SD カードが使えるのはめちゃくちゃ助かる、うん、だからあのそれはさいいものは B の方がいいのは私も分かってるんだけどじゃ 筐体が大きくくなななるるかかか小さちょっと分かんないよそれまだソニーさんに聞いてみないと分かんないんだけどじゃあカメラがそれで売れてないかって言ったら売れてなく売れてなく,なく、うん、売れてないわけじゃないじゃない売れてるじゃん、うん、だからめもうあのどっちが先かっていうのはあるよだから例えば出てないからもうこれを買うしかないから買って売れてるっていう考え方もあるしあのー、あいいのか,そう,です、ね、だからそういう考え方もあるからじゃあタイプ A でいい,い,いんじゃねえかタイプ A で。 ソニーはやっていくっててくいう考え方もあるしもしかしたらタイプ B の機種を売れたらバカ売れし,してやっぱ逆だよね売れなくなるっていうこともあるかもしれないから、うん、まあ現状的に俺は売れてるしあの,あのなんだろうねタイプ B を使う利点がそんなにこう今のカメラでは見出せられない、うん、現状ね。 まあ,あとは α1 とか使ってる人あ,あとは、ね、これでまた93みたいな使う人が出てきたらまたその辺の話は変わってくるんだろうけど現状さっき言ったように大多数の人多分ほぼ SD カードだよ。うん。あ下手すりゃさ SD カードだってさ V90 とか使わないで V30 俺もたまに使うもん V30 とかスナップとかだったら全然 V30 とかでもいいもんです。えー、ここにありますけど。 えー、タフねえー、これねプログレードデジタルトランセンドっていうのこれこれは、えー、これいくつだろうこの銀金のやつでこういうのを使ってやっぱこう使い回しができるからやっぱ SD カード便利なんだよね、うん、だからそう考えりゃ一般のさエントリー74 セブンフォーを使うぐらいの人っちフォーを使うぐらいの人っちってさっき言ったけど35万円のカメラだよ35万円のぐらいのカメラの人っちが SD カードで十分満足してるってことを考えたらタイプ B のみで SD カード使えなくなるっていう方のがよっぽどちょっとなんか俺は不安な気がするだからワンチャン α1 とかがタイプ B ダブルスロットとかだったらいいような気がするけどねそれでね、うん、はいえっ、ー、とソルさんこんばんは。 えー、り,ょうりょう T さんこんばんは 7CR 使ってますが使いにくさは全く感じませんねはいはいはい CK は持ちやすいのでスナップに本当にいいですあ持ち出しやすいね持ちこれ持ちやすいとはまた別だもんねはい CR の将来93のサブ機にしようと思っていたのに結局93予約後にすぐ買ってしまいましたあ 予約した後に C.R. を買ったってことかサブ機の C の系列を決めていたのでよく出してくれたとああなるほどねはいはい C みんないいねこう好調じゃうんえ仁、ー、太さんこんばんは最近動画にはまってしまい一週間悩みましたが F.X.3 中ましたなあ F.X.3 いいね俺欲しいまあ俺現状現状俺の取り方だと F.X.30 かなうん、うん、値段からするとちょっと F.X.3 も欲しいけど。 えー、EVF の位置をずらすことで小型化してるっていう,こ、まあ、そうまあそうだそういうことを考えればじゃあ真ん中に軍幹部があってこうやって盛り上がっちゃったら嫌でしょまあ俺はついてるだけありがたいと思ってるからあり,ありがたいです十分です今の何の不満もないです C2 欲しかったけど自分のでああなるほどねそういう方もいらっしゃいますよね手が大きいとかね「えー、パンダラインドさんこんばんは」えー「T キングさん C2C が出た時も小さすぎて使い らいって言われたたけけど蓋を開けたらシリーズ化まだそういうだ何でも言うけど文句言う人の声の方が大きいからみんな印象に残るんだよどうしてもね不満点、うんあの。なんだっけ ?PTA じゃないけどさあの公園とかのさ騒音で公園がボールが使えなくなったりとか子供がどうだこうだとかっていうのもさあの不満を言う人の声の方がでかいからさ じゃあ100人いたうちの不満を言ってる人が1人か2人とか3人しか言ってないのに残りの90 100人いたうちの残り90人は今の現状で満足してるんだけど残り1人2人のためだけにこう話が盛り上がっちゃってみんなの人に聞き入れてあってマスコミが取り上げたみたいにするような形でまあそれでカメラの機能が変わるかっつったらそうじゃないんだけどもまあそういうういが悪めちちしゃうよね、うん、使ってる実感としては7:4と C2 の AIF の 性能差として大大きいですか大きいいいでですすかはい、もう私はだそれはぜひえー、えー、と4日4日のライブビューシューティングで体験してなるべく体験できるように頑張って <laughs> やるつもりですけど切れじゃいシューティングとあと何かやろうかなとは思ってちょっとまだ今のところピンときてないけどまあそこで。 あのー、初めてセブ74とブ c 2ォ4もいいんだけども C2 の AIF のこう差でね要は同じ同じ立ち位置まあ俗に言うエントリー機種、c、ソニーの、c、え？ソニーの α7 シリーズでエントリーの初めて対決あんまアルファービームでカメラ対決みたいな感じでやったことないたまたま私の手元にねこの2つがあるから今できるんですけどねぜひ楽しみにしてくださいはい。 私はは大きいいいと思いますす、はい、ソニーーのマーケティングはすごいねだからマーケティングっていうか、あのー、本当にありがたいこれだけねたくさんの機種出してくれてね、あのーまあ、APS-C は1台になっちゃったけど、あのー、本当にねマーケティングそうかそういう話を聞いていろいろな機種を出してるわけだから選べるっていう選択肢を出してくれてるっていうところはやっぱ本当にね感謝してます。 6400から CGR にクラスチェンジしたのであまりの違いに今日そりゃそうだよ <laughs> そりゃそうだよ <laughs> うんデュアルスロットは同じ規格のカードが2枚同時に使えないとあまりそうまあちょっとそれもわかるわかるわかるうんそれぞれだとね違うっていうまあデュアルスロットだけど向こう SD カードと。 タイプ B とととかかっかっっってて言ううななんちちょね足枷だもんねゃもも足だ同時同時にこう入れたところで片方速くて片方遅いだったらさしょうがないもんねそしたらこっちは A と A がダブルスロットでもさせるし SDSD でもさせるからね使い方に応じてどうにでもこうできるわけだからうんそれはそうだね確かにねタイプ B の良いところは大容量で低価格なんでバンバンだからみんな容量あの大容量っていうのもあるんだけどそんな容量高い SD カードをみんな買ってだから、ね、一番文句言ってんのは安いから <laughs> 安いからなんで B が, B が使えないんだ B が使えないんだって文句言ってんだよ絶対俺からするとね、うん、あのー、別に金があって少しでも早い人がいいっていう人は別に、えー、のー何容量高いやつ買えいいじゃ話だからみんな要は B がいいって言ってんのはそれじゃどれだけそんな あの恩恵受けてるそ,のそれだけのスピードの恩恵を受けるような撮影してる人がカメラユーザーの中にほんの1人しかいないわけですよ、うん、まあ値段でってるだけなんですよ、うん、だからタイプ A ももうちょっと安くなってくれば今だいぶねいろんなメーカーが参入してきたからねあの、まあ、多分タイプ B の方が高くはなって 安くなってると思うんだけどまあ、タイプ A もそこそこ使えるようになったし最近のこのブラックフライデーでもでもだいぶなんかお求めやすい価格になってるからいいんじゃないですかまあ俺は別に <laughs> まだまなんだかんだ言ったって俺まだタイプタイプ A 一個も持ってないからね今回のブラックフライデー買おうかなーって悩んだけど他のもの買っちゃったから、うん、追加でいろいろなものまた買っちゃったんでマイクとかもね買っちゃってこれもねそうですけどはいえー 左に EVF がついていた方が結晶がつかなくてよいってああなるほどねこうやってやってねはいはい SD カードの速さを求めなければコンビニでも買えるそういうこともそうだよじゃあじゃあ、S、でタイプ B 忘れたっつってさ <laughs> ダブルスロットやったタイプ B でどうしようエマージェンシーっつってタイプ B 買えるところコンビニでも買えないわけだからさ <laughs>、うん、まあまあそもそもそういう忘れるなよって感じなんだけどねうん、うん まあそういうのもごく一部の方なんだろうけど一般の方はそもそも SD カードのクラスそうそうあこれもそうだねそうだねうんだからそう考えたら速い遅いなんて関係ねえんだよむしろ一般の方は SD カードのクラスとかスピードよりよ、まあ、どちらかというと容量だよね容量が多いからたくさん枚数が取れる、うん、だ俺なんかもやっぱそういうイメージだもん容量が多い方がたくさん取れるこの中に1枚の中にたくさん入れられるってなんかはパソコンのハードディスクと同じだよ パソコンのハードディスクのさ5 1 2一ギガとかもさあのマニアだけでスピードとかにこだわる人はねまあさすがに、S、ハードディスクと SSD では違うけどじゃあ SSD になったからつって SSD のさあのスピードのさ規格をいちいち調べてるかって調べてないでしょみんなうんねそれと同じ本当にそう思いますはいやばいないろいろちょっと C の話で盛り上がっちゃいましたね えー、よかったらチャンネル登録といいねのよろしくお願いします。すごいなありがとうございます。単独ライブなのに450人超え。普通に撮る写真撮る分には SD カードで十分。このチャットでは SD カードの話めちゃくちゃ盛り上がるんだけども、えー、切り抜きにすると盛り上がらないっていうね。文田さんこんばんは。えー楓さんこんばんは。ソロライブありがとうございます。応援ありがとうございます。はい。7:4 <laughs> の連写速度なら V90 で十分です。本当にその通りでございます。まあ書き込み なんだろうね、連射してやっぱバッファの解放はねやっぱ早いディスクはありがたいなって思ううんあのー、さっき言ったあのこのタフとかこのプログレードの一番いいやつを使わないとやっぱバッファ解放はやっぱ恩恵をけれねえなっていう感じはするちょっと安い安いあの SD カード結構 10, 10枚ちょっと持ってるんだけどやっぱり中には安いやつあるのよ V30 とかやっぱこの辺のに比べると激おそだから。 あのたまにスナップ用でそのディスク入れてたまに撮ってる分には何の気にもならないんだけどあちょっと連写撮りたいなと思って連写に設定変えてバシバシバシってやって,やってもあいつまでたっても解放されねえ <laughs> 書き込み押せってなるときはやっぱあるからそう考えるとね、まあ、V90 で揃えるのもいいんだけど最近また V90 のディスカードがさ値段が変わらないままタイプ A の金額がだいぶ下がってきたらから V90 のカードを買うんだったら。 タイプ A の方を買った方がいいんじゃねえかななんてちょっと最近思ってまただからそろ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 買おうかなとは思ってますだって C がさメインだと C は SD カードでいいんだよねだからやっぱセブォ4がうーんセブンフォ4か R5 かもしくは9.3とかああいうハイ,ハイスピード系のカメラになったら多分俺はタイプ A 買うんじゃないかな、うんうん、だから院長いつタイプ A 買うんだろうっていうみんな注目しててください <laughs> またタイプ A 買ったら報告します <laughs>、はいはい、ああそうだねカードリーダーの普及とかもあるねそうだねうんそう俺も結構そう俺もね V90 意外と高いからねまあ私の撮り方に 関しては意外と V60 とかが結構あの多い同じ同じほ、うんとにそうコスパが高い「イロロン社長さんこんばんは」<laughs> A「A プラス SD だから買わないけど B なら買う」あ「あね」なんて人はほぼゼロだと思いますむしろ、えー、既存の機種と同じメディアの方がメディア買わなくて済むから喜ぶ人が同じだこれでもしも B に変えたらみんなまたケンケンガクガクで文句言うわけだよだからまあ ギリやっても α 1とかああいうカメラはああいう人しか使わないっていうふうに割り切れたらワ,ワンちゃん片方タイプ B 片方タイプ A とかさ <laughs> 他のメーカーみたいなことやったりとかするかもしれない、うん、まあそれでもそれでも A と B を両方積むって言ったらすごいけどね他のところはタイプ B と SD カードでしょ、うん、まあそんなことやるんだったらタイプ A 両方積むに,にスロットにすると思うけどね。 ねはい、ぜひライブビューシューティング楽しみにしててくださいはいそうごくごく一部のカメラ好きほんとにそれも思いますそうやって言ってる人は本当にカメラ好きだから声を大きくしてい,ていやめちゃくちゃチャット書いてんなえー、なので普通のだから大多数もうこれアルファホビーブでさんざんえー、2回か3回くらいアンケート取りましたけどほとんどの方が SD カードごがまあ、だソニーだからっていうのもあるんだよだソニーソニーの ユーザーは結局半分以上の方はもうみんなこの今の現状で満足してるんで半分以上っていうかな多分6割7割ぐらいの人は満足してる残り2割3割の人がもしかしたら1割2割ぐらいかな B にしろ B にしろって言ってるんだと思いますよじゃあその人たちの声より既存のに満足してる人たちの方を優先してるっていうこともあるかもしれない、はい、やそすけさんこんばんは C2 が免疫になるぐらい気に入ってますね本当にそうだ えー、CR 欲しいですキャッシュバックキャンペーンないですね当分ないですソニーはなかなか新型は、えー、エントリー系の機種以外はすぐにキャッシュバックを始めませんけし取りに楽しみですはい頑張ります、はい、自分で手に入れたい入れたカメラが愛しいい年そうですね、はい、海外出張で使うことが多く保険で複数メディアを分ける運用しているので安価な選択肢がある SD カードそうだ海外とか行ったってそうだよ SD カードは絶対手に入るけどタイプ A とかタイプ B が手に入る確率が高いちょっとね先進国でいいとこいまあまあのとこ行きあるかもしれないけど、うん、なかなか手に入らない可能性もあるもんね、うん、ああ今それでもと6万になった <laughs> はいねこので話題出ますねはいそうぶっちゃけ本当に本当にそう大多数の人 SD で十分本当にそう思うはい そんなに言うんだったらまあソニーで B を使いたいっていう人もいる人も縦繰りと似てるもんだようんうん、本当にそん思う